演舞開演。どうも皆さん、以前紹介した野菜ケーキのお店は覚えていらっしゃいますでしょうか。まあ動画を見ていないという方もいらっしゃると思いますので、概要欄にリンクを貼っておきますね。あ、こちらからも行けるようにしておきます。そしてですね、そのお店でまだ紹介してない野菜ケーキがあったんです。まあ、あの時は気づかなかったんですよね。ちょっと売り場が別の場所にあったので。それがこちらです。緑のケーキですね。いつものパターンだとこれ抹茶でしょとか思うかもしれませんが、実はこれ抹茶じゃなくて小松菜が入っているということなんですね。小松菜と黒豆のケーキ、パウンドケーキですね。他のケーキとちょっと売り場が違って趣も違いますので、違う場所にあって気づかなかったんですよね。そして大きさ的にもお手軽ですし、あんなにケーキ1個食べるのはという方にもおすすめできると思います。ではご対面。おー、緑の色が鮮やかですね。おー、では断面図はほろっと崩れましたね。危ないかも。ではいただきます。丸かじりしたくなります。小松菜が入っているとは言っても別に青臭いわけではなく、程よい感じで小松菜の甘みが口の中に広がってきますね。そして黒ごまも一見すると少ないかなとも思ったんですが、ちゃんとガリッとした食感があって、ごまの風味を感じることができて美味しかったです。もっと棒状になっていて丸々かじりつきたいと思えるようなパウンドケーキでした。というわけでこちらのケーキを出していただきました。でも風花や心洗うのに何がいる？いや、風花が存在してるだけでいいのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。